皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはネット集客のトレンドとアナログ集客の戦略を組み合わせて流れに乗るということについてお話をしてみたいと思います。ネット集客っていうのは、私が教室開業をした時に一番最初に取り組んだ集客方法なんですね。アナログ集客っていうのはじゃあ例えばどういうものがあるかっていうと、それこそチラシを配るとかポスティングをするとか直接声掛けをする口コミであったりとか、自分がその伝えるべき相手、ないしはチラシの場合にはそういうわけではないんですが、ウェブ上ではない形で活動しながら集客していく方法、看板とかももしかしたらアナログ集客に入ってくるのかもしれないんですけれども、そのアナログ集客が世の中的にはメインだった時代があって、で私が実際にたくさん の教室の先生のところを回った時に、何しろ集客が一番の悩みであるっていうのを知っていた時に、どういうことをやってるかっていうのを聞いてた時に、やはりチラシとか、あとやはり口コミですね、知り合いに紹介してもらってとか、あとは自分の友人とか友達からまずは教室をやっているっていう方が非常に多くて、ネットをガリガリ使ってる、バリバリ使ってるっていう方はほとんど当時いなかったんですね。もちろんホームページを持ってる方っていうのはいらっしゃったんですけれども、今私が皆さんに提唱しているホームページのような作りをした形で持ってる方っていうのは当時はほとんどいなかった状態だったんですね。ですので私が一番最初に取り組んだのはネット集客です。アナログでは人海戦術になるので、自分の時間を使いながらどこまでいろんな人に届けることができるのかっていうのが難しいなと思ったのがまず1点目ですね。でもう1点目2点目はですね、私近所の人を集めようと思って教室を作ってたわけじゃないんですよ。もちろんご近所の方っていうのは来てもらっても全然構わないんですけれども、教室集客の基本セオリーっていうのは地域密着なんですよ。だから地域の方に来てもらうっていうのが本来基本セオリーなので、そういう集客をなぜ取らなかったのかっていうと、私自身の教室っていうのは他にはないものっていう形で教室を作っていたので、その地域の方がですね、近いからということで来てもらってもいいんですよ。来てもらってもいいんですけど、近いっていうのが一番動機の理由で来ていただく方を集めたくなかったんですよ。私の教室だからこれを習えるんだったら行きたいっていう方だけを集めたかったので、全国対応ですね。要はレッスン料が8000円とかだったとしても、飛行機で往復3万円使ってでも来たいというふうに思ってもらえるような教室を作りたかった。だから中身で勝負をしたかったので、地域密着が基本セオリーで、かつ集客が楽っていうのも分かってはいたんですけれども、ネット集客なら可能性があるし、全国版で来ていただけるような内容を作ることができるのかっていうのも試したかったっていうのがあって、なぜならばその後教室で回した実績とかデータを使って困っている先生を助けるコンサルタントになる予定があったからっていうのはあるので、自分に通してチャレンジ項目を課したっていうのがあったんですけれども、なので地域密着が本当はいい状態ってことで、アナログ戦略が基本皆さんやられているっていうのは地域密着のやり方なんですよね。余談になりますけれども、以前に郵便局にポスターというかチラシ出したことあるんですけれどもね、それは高齢の方、年齢上目の方が郵便局に現金出し入れに行くというのを聞いて、じゃあチラシというかポスター貼っといて、チラシ置いとけば反応あるのかなと思って、試して、結構いろいろ試してるんですよ、私もアナログもですね。で確かに反応はあったんですけど、なんていうのかな、その
近いからっていう理由がやっぱり多いんですよね、そういう方たちっていうのは。で、私のウェブサイトを見てきちんと来る方で、すごい喜んで来てくれる方っていうのは、読み込んでから来てくださる方が多いので、遠かろうと近かろうと、とにかく中身勝負で来てくださる方が多かったので、私やっぱりそういう教室を作りたいなというふうに思っていたので、集客できることっていうのはもちろん大事なんですけれども、誰でも彼でもいいというふうに教室を作らない状態をしていたので、要は私が提供する内容を本当に喜んで受け取ってくれる人だけに渡すっていうふうに思っていたので、近所の人の集客には走らなかったんですよね。誤解のないように何度も言いますけれども、近所を集めたくないって言ってたわけじゃないんですよ。来てしまうのであればそれは全然構わないけれども、理由が近い方は近いからっていう理由で来てしまうケースが多いので、そうすると私が本来集めたい方とはちょっと層がずれてくるので、これ集めた後のことも本当はね、皆さんに考えてほしいんですけれども、対象がずれてしまうんですよね。そうすると熱い思いで来てる人と、そうでもなくて自覚から来たよっていう人が一緒の教室になっちゃうと、ちょっと温度差が出てしまうので、私は一緒のクラスの人たちは同じような思いと似たようなことに興味を持ち、似たようなことにいいなと思ってくれる人をこうぐっと集めたかったので、なのでネット集客っていうのを特に重要視していました。なのでちょっと長くなりましたけども、今日のテーマはですね、そのネット集客っていうのも時代とともに変遷していきますし、それとアナログ戦略ですね、これをまあ組み合わせて流れに乗るっていう、まあ、このテーマについてちょっとお話をしていきたいと思います。まずネット集客なんですけれども、ネット集客を語る場合に、これ人によっていろいろ考え方あるのも知ってるんですが、私は従来からずっとですね、ホームページを確認しようっていうことを言っております。でホームページっていうのは自分の持ち物ですし、一応自分の分身であるような状態で、一番自分を語りやすい内容である、まあ起点にすることができるページなので、特に教室の先生とか自分のホームページっていうのを持ってる方が、まあ、今は少し増えてきましたけど、でもまだ少ないんですよね。その状態で持ってるっていうだけでもやはり信頼感がぐっと違いますし、まあ、自分の持ち物なんで誰かに取られるとか潰されるってことは基本ないんですよね。他媒体で作ってる場合には、その媒体が突然サービスをやめるとか言ったら、いきなりそれが消えてしまうこととかもあるんですけれども、まあ、それがないっていうところがまあ一番のメリットではあるので、軸はホームページ、これは変わらないんですね。ただツールとしてそのホームページを見せる、ないしは、さらにこう拡散とか入り口を増やしていく上では SNS と言われるものとか、そういったものを使っていくことができるので、これはですね結構時代で変遷していきます。私がやり始めた当初はまだミクシーとかっていうのも稼働してたり、集客ツールとして稼働してる時代だったし、ツイッターとかも稼働してる時代でした。でその後ブログっていうのが流行ってきて、アメブロとかも出てきて、バーッと爆発的なブームになって、でまあその後Facebook、Instagram ですね、途中ちょっと YouTube、YouTuber っていう言葉ができて、 YouTube もちょっとブームになったりとかで、3年前ぐらいからさらに LINE が盛り上がってきてっていうことで、今多分 LINE と Instagram なんですかね、そちらの方の系で盛り上がってるっていうのは、で私、ホームページと同等にですね、もう一つ確認してほしいって皆さんに伝えてるのは、実はメルマガだったりします。やはりホームページとメルマガは10年近くやってきて思うんですけど、やっぱ鉄板ですね、この2つのアイテムは。 LINE もそれに準ずる使い方はできるんですけれども、伝えられる文字の量とか深さが違うのと、 LINE にはこうステップメールという、いつの段階から購読を始めてもゼロからちゃんと読んでってもらえるっていう、そういう仕組みが基本はないんですよね。有料のサービス使えばあるんですよ。調べたことがあって、月額5万ぐらいかかりますけれどもね、確かもう少し安くなってるかもしれないんですけれども、 LINE 本体がそれをやってるわけではない。ただどうなんでしょうね、私は LINE 本体が仮にそれをやったとして、ステップメールと呼ばれるこう順繰りにゼロからちゃんと読んでもらえる、読み物みたいに作っているメールを読んでいただく仕組みはやるかもしれないんですけれども、
LINE の性質がありますよね。LINE の性質っていうのはライトな、早いレスポンスとか、ライトなお付き合いっていうのが LINE の良さなので、メルマガは私結構長文書いたりするのでですね、そういう属性の方とは向かないんじゃないかなっていうのはちょっと思っているので、私の中で鉄板はホームページとメルマガですね。この2つを上手に回せるっていうことが、割と長期的に安定的に収入と収益を得る仕組みなのではないかなっていうふうに思うんです。ですから世の中の流れは、いろいろツールの人気度合いとか、みんなが使って盛り上がる度合いっていうのは変わってるんですけれども、ブームです。だからいわゆるブームで、そのブームに乗っかって今人気だよねっていうツールを使うっていうのは全然構わないんですけれども、廃れる時が来るっていうのを分かって使うっていうことですね。だからホームページはですね、廃れないですよ。自分が頑張ってちゃんと継続して、ちゃんと中身のコンテンツをいい状態を作っていけば、廃れるっていうことはないんですね。ですから例えばFacebook とかも一時期ガーッと人気出ましたけど、今だいぶまた下火になってきてるのかな。こういったツールものは結構もう時代とともに変わっていきます。で、一応覚えるためにと、流れに乗るために私も覚えますよ。覚えるんですけれども、入り口を増やすツールなだけですね。だからそのブームが終わったとしても、終わったよねっていうことで核になる本体が残っているので、そこまですごい大変なことに、便利にはなりますけれどもね、その他のツールとかを使うことができるっていうのは便利なものではあるんですけれども、ですので私の場合には一通り SNS 関連のツールは全部使ってるんですけれども、ブームの成り行きも見ているので、全部が一気に止まるっていうことはないんでしょうけれども、普通にホームページから普通に集客できる仕組みを作って、淡々と運営していく、プラスメルマガで、ステップメールと呼ばれる、ゼロからきちんと自分の気持ちを伝えて、自分という人間を知ってもらって、自分というサービスを分かってもらう仕組みで、順繰りに理解してもらって、1年後とか2年後とか、場合によって3年後5年後とかになるんですけど、私のサービスを本当に必要とする方が目の前に現れるような仕組みを作っていたりしています。ですので今のところ持ってるのが、ホームページとメルマガ、これが集客のウェブで言うと一番鉄板で硬いところかなっていうふうに個人的には思ってます。ただブームがある場合にはブームに乗っかる方が集客は楽なんですよね。だからインスタグラムっていうのは今流行ってますから、いずれ落ちていくんですけれども、その流行りです手前のところで、自分がブームに乗る手前の形で露出度を増やして見せていくことができている人っていうのは、先行者利益っていうのを得ることができるので、集客もやりやすかったはずです。今から頑張った場合どうかな。インスタグラム集客っていうね、やり方もありますけれども、圧倒的な成果を見せるっていうことが、難しいかなっていうふうには思ってきてはいるんですけどね。それでも皆さんがねやってるから、やらないよりはやった方がマシぐらいな感じでしょうか。レベルが上がっちゃうんですよね、皆さんがいっぱいやってくるようになると。ブログとかだって昔やってる人がいなかったから目立つ、動画だってやってる人がいなければ目立つ。まだ動画はね目立ちますね、教室関係のあれで言うと。あとホームページとかも作ってる人が少ないから目立つっていう、そういう仕組みになっているので、目立てば要は選ばれるというか選択肢に上がる可能性が高いんですよね。だそういう意味ではアナログの方の話にはなりますけれども、私の場合には本も書いてますので、これ完璧にアナログの方ですよね。本屋さんに置かれて、そのきっかけで私を探して、私のホームページ読む、メルマガ読む、 LINE とか見るということで触れ合って、セミナーに来てって、その後申し込みとかっていうようなケースとかもありますし、本からダイレクトに申し込みっていうこともあったりとかします。なので本っていうのは、確か近郊の西野さんかなが
か言ってた、分厚いチラシとか言ってましたけどね。なるほど、そういう考え方もありだよね。まあそこまでちょっとね、陳腐な形では考えたくない。私 の, それこそ本、まあね、2冊やってますけれども、ね、こちらの本2冊ありますけれども、私の分身なので、分厚いチラシっていうよりは、まあちょっともうちょっと高尚なイメージがありますけれども、本はすごいこう思っていることとか、そうですね、自分が伝えたいことが200何ページとかで書いてありますので、理解してもらえる人には理解しやすいかなというふうに思っているので、アナログ戦略の中ではかなり有効ないいツールだとは思いますけど、ね、皆さんが全員できるかどうかっていう話は別ですよ。はい。なのでチラシとかも、まあ上手にチラシを作る、キャッチコピーとか内容を、反応率が高いチラシの作り方っていうのがあるんですけれども、それを把握してきちんと作る分にはまあありかなっていうふうに思いますし、あとはそうですね、アナログチラシ、そうですね、まあ口コミもまあもちろんそうですし、まあ看板的なもの、あとは見直されてるのがニュースレターとハガキとかですかね、手ハガキ、お手紙です。このあたりは逆にデジタル化しちゃってるので、ワープロ、あ、ワープロじゃないや、パソコンで書いた文章がそのまま届、ね、プリントアウトして届くっていうものよりも、やっぱ手できちんと書いたものが届くっていうのはやっぱ喜びになりますのでね、その嬉しさっていうのはお客様にダイレクトに届きやすいので、そういった意味ではウェブだけに編集してしまうと、その心とか思いとかを伝える部分での時間がかかる手はがきとか手紙とかですね、これのインパクトの方が強かったりする場合もありますので、両方やっぱりやれるといいよねっていうふうに思ってるんですよね。で、私はセミナーとかを結構たくさん開催してるんです。あちこちで、全国のあちこちで。で、違う方に言われたことがあるのが、そんなに移動していると、まあ移動交通費とかもそうですしね、実際の時間、新幹線乗ったり飛行機に乗ったりする時間、移動時間も取られるからコスト高いですよね。今 Zoom っていうそのインターネット上の会議室ですね、テレビ電話みたいに会って喋れるような、まあ、それも発達してるから、それだけでやったらいいんじゃないですかっていうことも言われたりするんですけど、もちろん どうしてもやりきれなくなったらそれだけっていうふうに私もなるかもしれないんですけれども、時間を使うことが可能な限りにおいてはですね、日本全国どこでも行きたいし、やはり会うっていう場合の伝わる熱量が違うんですよね。こうオーラというか、その場の空気を共有してお話を伺うっていうのは、私はそういう意味ではネット集客もやりますけれども、アナログ集客ないしはアナログ戦略ですね。だから対面できるっていうチャンスを作るっていうこともまあまあ大事にしているんですよね。やはりお客様のですね、本心っていうのは、Zoom でももちろん、Zoom と言われるテレビ電話でお話ししても見えるんですけれども、その場で対峙して対面して、その人の、様子とか言動ですね、まあ場合によってはその目線とか、あと表情ですね、これが動画よりも如実に見えますので、何を考えていてどういう気持ちがあるのかっていうのがより分かりやすいんですよね。だからそうするとそれに沿った、まあ、いい提案とかがしやすかったりとかですね、本人の空気感とかがあるので、マイナスオーラを持ってる方、ネガティブなオーラを持ってる方っていうのは画面だと伝わってくるんですけど、対面で会うよりやっぱり伝わりにくいんですよね。目の前で会ってるともう負のオーラ満載っていう方たまにいらっしゃるんですよ。まあ落ち込んでる時とかそうなんですけど、そうするとまあそれもひっくるめて改善してあげる、要は思考の、考え方の転換ですね、これをまあアドバイスするっていうのはやっぱり対面ならでは のメリットかなというふうに思っているので、同等にですね、まあこれは実際のコンサル現場での話にはなっていたんですが、集客っていう面でもやはりアナログで会える機会が増えれば増えるほど当然成功確率、成約率が高くなっていきますし、
あと深さが出てくるかな。その方と触れ合う深さが出てくるっていうことは、よりご自身の皆さんのサービスを欲する度合いの深度が高くなる。深度っていうのは深さの方ですね。深い度合いが高くなるから、結果として、どういう現象が起きるかっていうと、そういう方とお仕事を一緒にするというか、サービスを買っていただいて、教室なのか、私の場合はコンサルなんですけど、ご購入いただいた場合には、そもそもの信頼構築の度合いが深いので、成果が出やすいんですよね。で、成果が出やすいと、結果感謝もされますし、その成果を保ち続ける部分での、さらにいい情報、いい情報っていうふうに思っていただければ、関係も長く続くので、結果売上高も上がっていくっていう、いい循環になっていきますので。ネット集客はネット集客で大事なんですけれども、トレンドを把握することで楽に集客していくっていう技を身につけることも大事なんですけれども、私はアナログ戦略、アナログ集客との組み合わせにおいて、それは威力を最大に発揮するんじゃないかなというふうには思ってます。むしろ今ネット集客の方に世の中が寄ってるので、アナログの方が逆に見直されてるんじゃないかな。それの方が価値があるんじゃないかなというふうに思っているんですね。で、アナログになってくると、今度どういう世界になってくるかというと、AI っていう言葉もよく使われてますけれども、 AI の世界と、そうでない世界っていうところにおいて、やっぱ泥臭い人間ドラマですね。人間性とかが多分教室を決める判断基準により強くなってくる。だから、似たような教室がたくさんあった場合には、自分の教室がどういうものなのかっていうのが、やっぱり見える化してあげないと選ばれないっていうことになってきます。で、見える化をするっていうことは、同時にその性質ないしはコンテンツですね、先生の性格が現れているような、そういうコンテンツ、これを継続的に発信し続けることです。継続的にがポイントです。こういう発信じゃなくてですね、継続的に発信です。これ結構ね、しんどいんですよ。やっぱり盛り上がる時は皆さんガーって頑張るんですよ。で、ああ疲れたなって言って落ちて、で、またどっかで思い出したようにやるって、このムラがない方が人は信頼します。いつでも発信し続けてるっていうことですね。ムラはない方がいいですね。私もなるべくムラがないようにずっと続けられるように発信はね、続けてるんですけど。それを、要はコンテンツと呼ばれているものを発信し続ける、お客様に役に立つものを発信し続けられるかどうかっていうことですね。で、把握しているお客様のニーズとか、願い事っていうのも時代とともに変わっていきます。ですから、それに合わせた、対応策ないしは役立つコンテンツっていうのも随時随時変わっていくんですよね。だから、教室事業とか、私はコンサルなんですけれども、生き残っている、続いている、長期的に人気でずっと続いている先生っていうのは、このリニューアルとブラッシュアップの速度が速いし、ちゃんと把握しながら世の中とお客様のニーズに合わせて動いているっていう方が多いなっていう印象があります。はい。ですので、ネット集客は大事なんですけど、ネット集客にはトレンドがあるので、それを把握してうまく上手に活用するっていうことと、むしろアナログ、今アナログがこうざなりにされてるので、アナログ戦略を組み入れると、より加速度を持った形で集客がしやすくなるんじゃないかなと思いまして、そのおすすめを本日してみました。よろしかったらご参考に。それでは。